ピコ太郎が6日、東京、迎賓館で行われたトランプ米大統領来日に伴う安倍晋三首相主催の夕食会に出席その後ツイッターを更新し、ヘトヘトになったピコ。と感想を述べたピコ太郎はトランプ氏、安倍首相とのスリーショットを公開し、もう、偉い人だらけで、ヘトヘトになったピコ。興奮しまくりでしたピ。トランプさんのお話受けてましたピ。と報告他にも大物政治家らと握手を交わす写真を公開し、リップとかのレベルじゃない方々ばかり、ピコ、本当にすごいところに、いさせてもらったんですね、ティピピ。と興奮冷めやらぬ様子で振り返った。